ブランクラス放送室です。今日は2013年10月の29日かな、火曜日です。今週の土曜日のライブアートの、ゲストで、スケールスというタイトルですが、イベントをしてくださる、藤川隆史でいいのかし、藤川隆史さんを今日はゲストに、呼んでいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、放送室最近は、割とその土曜日 の、 その、まあ、宣伝を兼ねてというか、ゲストをお呼びして喋ったりしてるんですが、だからまあちょっと土曜日の何するかっていう話をしつつお話をしたいと思いますが、藤川さんは、去年のご美大展、そうですね、卒展に、まあ造形大学から出品していて、それを見に行った時に、藤川さんもそこにいて、それでまあそのインスタレーションを見ながらちょっとお話を、したのがまあ印象的で、それをきっかけにうちで何かまあその流れでやりませんかみたいなことを話したと思うんですが、まあその時の作品、まあ、いろいろ聞いたと思うんですが、何かまあ測るっていうこう、まあ仕草を、軸に何かその作品やインスタレーションを展開されていたと思うんですが、そうですね、何かそれは、僕は今年2013年になって、東京造形大を卒業していて、はい、その時卒業制作で作った作品の一つの中に、まあ、そうやって、はかりを使った作品っていうのがあって、でそれはもともと何て言うんでしょう、僕が何て言うんですかね、空に向かってはかりをこう向けてる姿を見たことがきっかけで、っていうのは何て言うんでしょう、はかってる対象が何もないんだけど、僕には何も見えないんだけど、はかってるっていう感じ、まあこうまあ、メジャーをこういうふうに当ててる様子を見て、で後ろから僕はたまたま見てたんですけど、そこにはまあ明らかに何もないんですよね、でその人はでも 何度もこう測り直してるみたいな、で測ってはこうメジャーを落としてそのまま、うんとか言いながら、で一人なんですよ、別に誰かと何か話してるわけじゃなくて、周りには誰もいないし、まあ、多分誰にも見られてないと思ってるからそうやってこうやってるのかもしれないんですけど、それは誰がどこで、僕がたまたま見た、それ大学の中なんですけど、まあ、僕が見た光景で、なんかそれはすごい引っかかっていて、でそれをきっかけに一回その展覧会の中で、展覧会というかそれもまた大学の展示の中なんですけど、展覧会してる中で僕が、何人かに、依頼をしてお願いして、まあ、それを再現するような形の作品を作っていて、でそれはまあ特別なんて言うんでしょう、その指示をする以上、まあ、何の告知もしていないし、誰かそれが作品だっていうのが分かるかどうかっていうのはかなり微妙な感じで、していて、それもやっぱりそのように、僕が、まあ、ある、その場所で任意の決めた場所で、机を新たに想定して、まあ、それを測定してくださいと、その目の前にある空間で測定してくださいっていう。ちょっと待って、その展覧会の中でっていうのはどういう展覧会？それは大学の、なんでしょう、いわゆる文化祭みたいな感じで、まあ、他の人はいっぱい展示をしてるって感じの状況で、まあ、その通路とか、まあ、実際に作品の横とかで、まあ、そこをいろいろ人が行き交ってるわけですけど、その中で、まあ、僕が依頼した人はその、まあ、明かりをこう、
まあ、はかりとかメジャーですよね、メジャーとかを、まあ、当てて、まあ、パフォーマンスじゃないけど、それは、何人ぐらいの、4人お願いして、男性2人、女性2人でお願いしてって感じですね。それは、4箇所、別々の場所、そうです、まあ、あの空間的には同じ場所なんですけど、まあね、それぞれ離れてるので、まあ、多分同じ場所からはほとんど1人ずつくらいしか見えないかなっていう、うん、造形大学の中の中で、この建物の中で、うん、あ、広いスペースか、そうですね、まあ、なんか造形大の新しい建物が吹き抜けになってて、ああ、分かった分かった、あそこの四角い建物、そうですね、うん、あ、そのいろんな会議ってこと、いろんな会議、そうですね、あの、まあ、下の吹き抜けのところだったり、その上の通路のところだったりっていうところで、うん、藤川君はその中には入ってないの、分かる、そうですね、僕は、そのパフォーマンスとか、枠組みを決めて、あと撮影をしてたっていう感じですね、うん、その時は、まあ、ビデオでも撮影してたんですけど、僕は写真だけ撮って、うん、で写真の作品になっていくっていう感じだったんですね、うん、でそれを、まあ、なんかその、もともとのきっかけとしては、その、たまたま見た光景の時に、何測ってるかよくわかんないんだけど、きっとその人なんか想定して、そこでは何か作っている状況っていうのは、まあ、作ってるっていうのは何かこう考えを積み重ねてるっていう状況だけなんですけど、それをきっと多分行われてるんだけど、僕からすると何やってるかよくわかんないっていうか、ちょっと変な人くらいな感じなんでしょう。まあ、何やってるか分かんないって感じなんですよね。でもなんかそれが僕がそのずっと継続的に作品を作ってきたわけではなかったので、その作品を作るって時に、まあ、作るってことはどういうことかなってことを考えて、なんかそれが自分のその時の問題となんか妙にこう重なる部分があるような気がして、なんか、そこでこう作ってるけど、そこでは積み上げられてるけど、でもその実質の何か形に見えるようなものってのはその場にはないから、そこでは一旦その考えっていうのは、あの作る過程っていうのは止まっちゃうとか、うん、諦められちゃうみたいなっていうか、うん、まあ、パフォーマンスをすると、まあ、もう少し見やすいかなっていうのがちょっと思って、でなおさら展覧会会場だと、まあ、その横にはみんな、完成した作品っていうのが並んでるわけじゃないですか、うん、で完成した作品の横でその完成しない作品をずっと作ってる人がなんかこうなんかやってると、うん、でそのなんか違和感みたいなのが、まあ、それが作品かどうか分かんなくてもいいけど、その見に来た人っていうのが、何かその違和感を感じられるかなっていう、その見に来た人は何かその作品、完成した作品を見てみようっていう態度で、まあ、どっかしら来るわけじゃないですか、まあ、作品を作るプロセスのこうあるところというふうにも言えるし、まあ、作品を目的にしない場合でも、何かそのようなさ行為って多分あるから、こう日常的にも何かここに何かを置こうとかさ、うん、まあホームセンターとか行けばみんな何かこう、サイズのこと、ホームセンター行ってから急にサイズのことを測ってなかったみたいなことってあるよね。だから何か頭をこう思考する、だから作品を作るって言わなくても、ものを考えるプロセスのどこかに何か測る行為っていうのは、そうですね、結構ある、まあ、考えることの結構重要なところ、なんか多分その頭で考えたものを何かその目の前のところに置き換えようとしてるっていう、置き換えようと試行錯誤してる段階みたいな感じとして僕は捉えてて、うん、そうですね、だから具体的なことを手がかりに、でもなおかつまだイメージしてる、うん、行き来してるね、そうですね、行き来してる状態、まあ、だからそれを考えてる状態、そう考えてるっていうのは割とそういうことなのかもしれないよね、考えるってこと自体は、そうですね、なんかで、その
学校で後ろ姿で測ってる人を見た時に、はい、それは尋ねがなかったんですか。何してるの。そうですね、何もまあ変だなと思って、結構遠くから見たんですよ、うん、で一人で本当に結構開けた場所で、うん、まあ、結構もう12時とか結構遅い時間に誰もいないんですよ、周りには、うん、誰もいないし、暗いし、寒いし、うん、何やってんだろうなみたいな。まあでもそこ光景としても面白かったってことですね。そうですね、のだからちょっと気になったのは、その五美大展の時には、うん、そのこうその時記録された、うん、まあ、写真だとか、はい、そういうものと、まあ、それに何かまつわるようなものものがあったのかな。映像もあったんだっけ。いや、映像はない。写真だけですか。基本的には映像は使ってなくて。だからそれがある光景として切り取られているものが、まあ、いくつか見られるっていう状態だったので、そのある意味でそれは断片としか見れない、断片的にしか見れないっていうか、後ろから僕がその何かに向かってるのを後ろから見たように、その作品自体も何かさ、ごく普通の行為が、うん、あるシチュエーションで見ると何か非常にこう映像的というかさ、何かすごい独特な空気になることってあると思うんですね、うん、だからそういう風にも見えたのかなってちょっと思ったんですね、うん、写真を撮ろうとするっていう、うん、昔ね、どこだっけ、どっか、まあ、ニューヨークだったと思うんですけど、うん、プエルトリカンかなんかの女の子が、ヒスパニック系の女の子が、結構派手な格好をした女の子が、道のど真ん中で、口紅を持ってたんだよね。どこにですか？ど真ん中。まあ、なんていうか、まあ、道路の真ん中じゃないですかね。道路の真ん中なんだけど、歩道じゃなくて。まあ、そんなに車も行き交わないような、結構大胆な場所で、こうコンパクトを持って、真っ赤な、ルージュをね、こうやってその映画見てるみたいな。で、そう、人もすごく多くて、それでまあそれぞれにもそんなの見てる様子もなく、なんていうの、別にキーな状態ではなく、まあみんながバラバラになんかしてる、うん、なんかもう共存してる中で、象徴的にまるでスポットが当たったように、うん、なんか口紅を塗ってるだけだから普通のことじゃない。なんだけど、その道のど真ん中で、その化粧をしてるっていうのがさ、なんかこう最近電車の中で化粧を、するなみたいなさ、女の人がマナー違反だみたいなね、はい、全然思わなくて、それを、すごいいい光景だと思うわけ。見たいくらい、見たいっていうか本当にさっき言ったようにある光景として、家でやってれば、まあ、多分違和感ないけど、うんうん、そのちょっとだけずれてるだけだけど、それがすごく美しいところなんで、なんかその測るっていうのも、うん、そうかもしれないですね、うん、だから気になっているのは、うん、その測るっていうある状態を見た時にね、うん、何をね、どこを面白いと思う、うん、一番思ったのかなっていうのがちょっと気になってて、うん、まあそれ今暗くて寒くて、うん、でちょっと開いたところでっていうのも多分あっただろうし、うん、多分なんかやっぱりちょっと前に言ったように考えてる状態っていうか、まあそれを作ってるとして僕は考えてたんですけど、うん、作るっていうことに対して結局なんか人から見たらなんかちょっと滑稽なっていうか、確かめられないし、そこに何があるかわからないっていうのは多分何もないように見えるし、その人にとっても本人はかりを当ててる人にとってもそのどこかで確証を得られない部分っていうのはあるっていうか、僕ちょっと思ったら本人が一番わかんないかもね。あ、客観的にその状態は見てないよね。そうですね、そうですね、うん、だからもし自分が何かをこう作ろうとか思って、うん、例えば棚を作ろうとか思って測り始めてる時って、うん、そう客観的な視点はないよね。そうですね、うん、だからもしかしたら一番よく見てたのは藤川君だったかもしれないよね、うん、情景として。そうですね、でだからつまりやってる本人は面白いとは思ってないよね、きっと。うん、そうですよね、うん、だからその
彼を、うん、あるいはその状況を面白いと思ったところが面白いと思うわけ、それは何が重なったら面白いと思えるのか、はい、でそれでまあそういう、文化祭の時にやってみて、うん、あるいはそのゴミ大展でもその展開して何、うん、かありますか、その確信は何が揃ったら正解なのかっていうか、確信はまだないんですけど、そうですね、その僕が見たのはきっとやっぱりだからその作ってる状況だと思うんですよね、作られている状況っていうのは、うん、それを元にしなく考えられそうな感じっていうのは、うん、いやだから作ってる状況がこう見えるっていうのが面白いってことでしょう。そうですね、なんかちょっと垣間見えるっていうか、人がこうこうやっても作ってるわけで、うん、そうですね、そうですね、作ってるかもしれないっていう状況を、うん、見えるっていう、その一種の片鱗っていうかさ、うん、こぼれ落ちちゃったっていうかね、はい、それがまあこう公の場でされてたっていうところが、なんかだからそのお化粧とかと僕ちょっと似てると思うんだよね、うん、お化粧は完成形を見せるためにやるんだよね、うん、そうですね、うん、でプロセスはできるだけ見せないでくれって怒ってる人たちがいるわけだよね、うんうん、別にプロセス面白いし、その前提があるからかね、うん、だからそのプロだから作品もそうだと思うんです、うん、そのこう制作過程というのを、うん、まあ、あるいは思考そのものとかがポロッと見えてきたら、うん、面白いじゃないですか、うんうんうん、こう作家のまあ芸術を普通に考えようとしてね、例えば古いものを考えた時に、うん、完成形だけ見てると何だか分からないんだけど、うん、途中の設計図とか、はい、ドローイングとか、うん、アトリエとか、あ、まあ、作家本人とか接すると、なんかちょっとこぼれ落ちてくるから、うんうんうん、なるほどとかって勝手に思う、うん、そうだね、なんかそのプロセスってところが端的に見えた瞬間っていうかな、うん、なんかそういうことなのかなと思って、でまあちょっと面白いと思ったんですと、はい、それでそのゴミ大展の時にもちょっと言ったと思うけど、うん、僕割と物を測るの癖なので、ああ言ってましたね、カバンにいつもメジャー入れてるし、それで、まあ、ちょうどいい深さとか、あ、ちょうどいい高さって何センチなんだとかいうのをいつもこう結構ね、車の中でも前愛知に行った時も、あ、そう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 、自分のスケールが標準体型とちょっと、はいはい、ちょっと高い、そう、ちょっと大きいっていうのもあって、こう標準のものが大体サイズが合わないけど、なんていうの、誰かに合わせる、まあ、公共の例えばデザイン、公共の、まあ、トイレでも何でもいいんですけど、ベンチでも、みんなに合わせようとした時のちょうどいいサイズってどれぐらいなのかなって、まあ、大は小を兼ねるのか、小が大を兼ねるのか、多分場合によると思う、まあ、コンパクトな方が良かったり、大きい方が、まあ、多くの人に便利だったり、みたいなものをちょっとこうつい測っちゃうっていう、まあ、癖があって、まあ、こういう場所をずっと運営する側にいたっていうのもあって、なんかそのなんかをこう増設したりするときに、コストパフォーマンス高くしなきゃいけないし、あんまり大きくすると邪魔だしさ、ギリギリのサイズを知りたいっていうか、だから そういうのもあって、自分の経験とも重なって、うん、そういう、まあそれを外から見てる状態、どっちかというと測る行為ってこう頭の中とか、うん、内側で起こってるんだけど、はいはい、外から見て面白がってて、で自分でもそれをやらないわけじゃない、藤川君が、あ、そうですね、あくまでもその客、その第三者としてそこを傍観するっていう、はい、その感じがちょっと面白くて、うん、まあどういうことなんだろうと、うん、
まあ、タイトルもね、そのスケールスっていうことだから、その、文化祭でやった時って具体的なものを指示したの？具体的な、ああ、何を測ってくれたの？それは迷ったんですけど、その時は、机って言ってましたね、うん、新しく机を考え自分の中で考えてくるってことは、その人たちが考えて何かのためにこう、必要な机を想像してるわけね。そうですね、まあ、そんなに机自体は重要ではなかったんですけど、もともとその前に自分が、何かその机に関する作品を作ってたとか、あとはまあみんな想像しやすい、まあ、何か具体的なものがあった方が想像しやすいかなっていうのと、何かそれが、具体的じゃないと多分なんて言うんでしょう、パントマイムになっちゃうかなっていう、ちょっとそこは結構ほとんど見分けがつくかどうかって結構微妙な感じなんですけど、うん、だから本当に考えてる状態、本当に考えてくれっていう、で指示としてはそれは何て言うんでしょう、確かめようがないから、うん、僕からは確かめようがないじゃないですか、本当に考えてるかどうかって、うん、だから破綻してる部分もあるんだけど、でもそれでもその人たちは普段から物を作ってる人たちだったから、うん、できるだろうってこともあって、本当にそれをその場で考えてくれて、実際には作ってないよね。そう、実際には作ってないですね。実際には作れないものは、その時はそのはかり、まあ、いろんなメジャーとか、なんか物差しとか持ってもらって、うん、あとはメモ帳とペンだけしか渡してないので、実際にその場では何もできないまま、僕のパフォーマンスって枠組みの中ではそれを何かこう想像して、組み立てていくんだけど、それを最後はなんかその場では少なくとも諦めていくっていうか放棄していくような感じなんですね。例えば、まあ、そのメモを渡して、そのメモにもちょっと、条件をつけて渡していて、そこには、まあ、具体的な結晶を書かないでくださいっていう、具体的な結晶というか、形をトレースしないでくれっていうことを言っていて、まあ、線を引いてもいいけど、数字を書いてもいいけど、具体的なそのテープの形自体を書いた場合は、もう破り捨ててそのアイデアを諦めてくれと。で、あるいはもう一つの条件は、その作ったものがもうそれ以上進まない、あるいは、それ以上進まないか、もう完成してしまったと思ったら、まあ同じですよね、まあ、それ以上進まないと思ったら、そのメモごと全部破り捨てて、また新たな場所に移動して、で新たに作り続けてくださいっていう、作りな、新たなものを作ってくださいっていう指示をしていて、それはなんで？僕はパフォーマンスの枠の中でだからそれを考えてる状態だけにしたんですよね。何かその成果物みたいなのが残らないっていうか、なんかその微妙な状況っていうのがやっぱり面白いと思ったんですよ。その考えてるだけの状態みたいな危うさっていうか、それはある意味で本当にただ滑稽だし、でもそこが一番こう何かと向き合ってる状態っていうの、何かその成果が出るか分かんない状態っていうか、リスクでもないけど、はっきり分かってないものに対して何か向き合う状態っていうのが、大事かなっていう感じですね。まあ、一番面白いところかもしれないね、そのプロセスの中で。もう分かっちゃって作り始めたら、なんかこう作業とかね。そうですね、そうか、うん、やっぱそこのだから、そう、何を求めてるかにたどり着くまでっていうのがいいのか、うん、でもその本気をこうキープするのが大変だね。そうですね、うん、だからそれは、そう、それはすごい難しくて、うん、でも同時に本気でありながら、その、うん、本気である状態をキープして、で僕が見たらその光景を再現するって時に、やっぱパフォーマンスって形が結構で、それもあんまりよく分かんない状況で、誰か、まあある状況の中でよく分かんないことをやってる人がいるっていうのが見える状況っていうのは結構大事かなと思って、うん、アトリエワンって建築グループがいて、その人が NHK のなんかミッションで、なんかエコハウスを作れみたいな、
で、そのプロセスをずっとドキュメントしてるんだけど、まあ、3組ぐらいの競合してやってて、実際にあれ立ったのか分かんないけど、あの東工大の校庭っていうか庭みたいなところで、あの紐を使って陶媒の図面引き出して、でテレビで見てたんだけど、その塚本さんの貝島さんが、それすごく面白くて、もう分かんないとか言って、じゃあ実際に引いてみようとか言って2人で同じサイズの図面を引き出したの、あの紐でね、白い紐で、すごく面白くて、まあまあモデルを作っていくんだけど、それってで実際に建物はその番組の中ではできなかったから、まあ、そこまでっていう話だったんでしょうけど、でまあそれをこうそのことを思い出して、うちでイベントやってもらったことがあって、ここので1時間で家作ってくれって頼んで、でもやっぱりそれはね、目的がやっぱ限定できないから、建築家としてすごくきついと、家の目的、ここの中でそのあるそういうこう、まあ、ちょっとしたその建築的な風景というか、あるいは機能というか、そういうのをまあこういうガラクタ使って作っていくんだけど、それがこう目的が明快じゃないじゃん、本当に作るわけじゃないから、だからそういうシミュレーションではなかなか難しかったって言ってね、その後ですごいなかなか大変だったよみたいな、建築ってやっぱり土地の形も決まってるし、世襲もいるし目的もあるし、それで目的がなかなか整合性が合わなくて、どうしても辻褄が合わないところが一箇所ぐらい出てきちゃうって、あの作ってると、そういうのどうするんですかって言ったら、ほっとくんだってそうするとあの気づいた頃には何とかなってるって言ってて、だから非常に現実的なわけよ、やっぱりね。でまさに測ってモデルを繰り返し作ったりして、それでこう世襲さんとやり取りしてっていうのをやるわけでしょ。で今度それを作る大工さんとかさ、今言ったね、こうあるところで出来上がってしまえば、もうそこまではきっと大変だろうけど、あとはもう人に任せてもいいぐらいの作業に取り替わるんだと思うんですけど、確かにその思考しているところが一番エキサイティングなんだと思うんだよね、もうありえない機能をこう引っ張り出すとか、でもまあだからそのモチベーションというか、本気にね、どこまで本気に考えさせるかみたいな、そうですね、ところがもしかしたら醍醐味かもしれない。じゃあ最後に、今ちょっとこう以前 の, 話の作品の話ばかりでしたが、土曜日の今度 の, その土曜日の、はい、プランというか、あんまりこう言えないところもあるかもしれませんが、話せる範囲でいいんですけど、そうですね、まあなんだろう、その一つの前にやった作品の展開でもあって、でそこからどういう形が自分が考えているのがいいのかなというところを実はまだ悩んでいる状態なので、今具体的に話せることは少ないんですけど、そうですね、まずはこれは参加型になるんですか、それとも完全に見ているっていう感じではなくて、ある程度参加してもらう形になるのかなっていう感じに今の見えますね。でもまあプレイヤーは、藤川君本人になるんですかね。いや多分僕プレイヤーじゃない方がいいかなと思っていて、別の人にちょっとやってもらおうかなっていう感じですね。わかりました。やっぱ測るっていうことがキーワード、そうですかね、はい、で具体的なものは、まあ、ないようなやっぱこうイメージしてる状態が展開する、そうですね、そこができる状態と、そこからまた一歩違って、その、
作る段階ってさっき言ってましたけど、うんうん、なんか そこの微妙なところっていうのが興味があるので、うん、その状況っていうのをどういうふうに作ろうかなっていう感じですね。そうだね、なんか頭の中でできたとかさ、分かったとかさ、そういうのっていつ起こってるんだろうねみたいなことかな。まあそうかもしれない。実際に出来上がって納得するのか、それともこれでいこうって思う時にそれがゴーサインが出るのか。うん、そうですね。なんか作るってことと完成とかってことも考えると、いろいろそれは多分美術の中でもいろいろやられてきたことかもしれないですけど、うん、なんか皆さんは用意するものとかないですか。まあ、全くそのままただ来れば来てもらえればもうそのままハロウィンの格好で来てもらっても。ハロウィン違うんですか。今週じゃないですか。ああ先週どうだろうね。31日だからまだ次にだよ、はい、まあこの間の日曜日にやっちゃってるのか。やっちゃった人と、はい、まだあるかねハロウィンパーティー。2日って微妙だね。そうですね、11月になっちゃったんですよね。じゃあアメちゃん用意しとこうか。そういう感じで、ね、という感じでいいかな。いいんですかね、もうちょっとこうなんかメッセージを。メッセージを。来てくださいという。ああ、そうですね。来てください。来たらどんな体験ができるんだろう。あでもそうですね、来てもらった方がより良いですけど、うん、そうでない方法も考えてるんですが、なんかこう来た人の頭の中で何かが起こるって感じなのかな。そうですね、うん、なんかぜひ、はい、はい、ということで短かった。短い、うん、30分ぐらい。ああ、結構いいですね。ということで、この、放送室はこの辺で、皆さんぜひ来てみて触ってください。触る。あ、測ってください。ああ、そうですね。ということで、藤川隆さんでした。ありがとうございました。